知床の観光船沈没事故は、運航会社の社長の逮捕という新たな局面を迎えていますが、地元では観光への影響が続いています。知床遊覧船の社長、桂田精一容疑者は、運航管理者としての義務を怠ったために、おととし4月、観光船KAZUNを沈没させ、乗客乗員を死亡させた業務上過失致死などの疑いで、昨日送検されました。検察官は送検から24時間以内に身柄を拘束して取り調べを続けるための勾留請求を行います。しかし桂田容疑者の弁護人は、逮捕理由に証拠隠滅の可能性を挙げていたが聴取には応じている、なぜ事故から2年5ヶ月も経ったこのタイミングの逮捕なのかと述べ、裁判所に却下を求めています。一方、今も行方が分かっていない乗客の家族は、辛くて悲しい気持ち、これはもうずっと変わりませんですね。こう話すのは、福岡県出身の小柳道夫さんの父親です。道夫さんは写真が趣味で、当時は会社の上司と北海道旅行をしていました。おととい、桂田容疑者が逮捕されたことについて、道夫さんにこう語りかけたといいます。やっと逮捕になったかというのが正直な気持ちです。道夫のあの写真と、KAZUNから引き上げていただいたあのリュックサックに向かってから逮捕になったと。やっとこれで、前に進めるねということで、報告をしました。道夫さんの父親が今後望むことは、厳罰に処していただきたいなと思いますね。今までみたいに逃げ隠れしないで、罪は罪でちゃんと認めて、しっかりと向き合っていただきたいですね。桂田容疑者逮捕ということで、真相究明に向けた動きが進む一方で、事故が未だに影を落としているのが観光です。はい、こちらはですね、ウトロ地区のこれ観光船の月別の4月から8月までの乗客数の比較です。青いグラフがコロナ前、事故前の2019年、はい、で赤が今年なんですけれども、もう見るとこれ一目瞭然ですよね。大きくそれぞれの月減少しているのが分かります。8月は本当に今ハイシーズンなんですけれども、それでも半分以下の4000人という今年のデータなんですよね。現地の観光の今を取材しました。今日の知床国立公園です。世界が認めた知床の大自然を求め、多くの観光客が訪れていました。一方、小型観光船は強風と高波の影響で、今日も全便が欠航となりました。船に乗りたかったんですけど、昨日今日明日と欠航になったんで、ちょっと他のところ回ろうかなと。慎重に対策されてるんじゃないかなと思って。観光船の沈没事故を受け、ウトロを拠点に小型観光船を運航する事業者は、後続船との出航時間の差が1時間以上生じる場合は、緊急時に備えて仲間の船が港などに待機する自主ルールを定めました。しかし安全対策が進む一方で、観光客の数は思うように回復していません。事故が発生する前はですね、やはりもうコロナ禍も明けて、外のアクティビティ、屋外ということで、かなりのお客さんが戻ってきてくれるんじゃないかなという予測を立ててはいたんですけども、事故が発生してコロナ前の数字まではなかなか届かないっていう現状がこの1年2年はありました。斜里町を訪れる観光客は2019年度には120万人に迫っていましたが、昨年度はおよそ87万人とコロナ前の7割程度にとどまっています。そんな中、廃業に追い込まれた会社も。こちらは観光船業者の事務所が並ぶ通りです。知床遊覧船の事務所の横にあったドルフィンという業者も、今年の3月ですでに廃業しています。事故の3ヶ月後、
ドルフィンを運航していた菅原光也社長です。売上的には3分の1、5分の1、まあそれもしょうがないですね、うん、なんとか持ちこたえて、来年も商売できるように頑張りたいとは思ってますね。こう話していた菅原社長でしたが、客足が遠のいたことで今年3月廃業することを決めました。一方、こちらは知床で獲れた新鮮な海の幸を提供するウトロの居酒屋です。店を営むのは地元の漁師小坂昭彦さん。小坂さんは事故直後から乗客の捜索に参加、町を元気にしたいという思いから事故の半年後に店をオープンさせました。自分たち取った魚だから、まあ、沖でちゃんとしっかり活締めとか管理、温度管理もして美味しいものを出せるから、まあ、だんだんなんか人が増えてどんどん、まあ、喜んでくれてるからみんなね、美味しいって言ってくれるからやりがいはあるな。事故から2年5ヶ月、観光への影響が続く中、引き続き安全対策の徹底が求められています。安全の確保があって楽しんでもらうというのは第一になってますので、まあ、そういう発信を続けていきながらですね、やはりこの知床の大自然、魅力を体感していただきたいかなというふうに思います。客足の回復は本当に簡単ではないなというふうに感じるんですけれども、観光協会の担当者などに聞くとですね、欧米からの観光客が増えているといったような、まあ、少しこう前向きな材料もあるようなんですね。私もあの事故から1年2年という、まあ、そのタイミングで春に現地足を運んだんですけど、はい、やっぱり外国人の割合がかなり多いなという印象を実際に受けました。そういった実際に、ね、現象も起きているということなんですよね。加山さん、こういう現状どうでしょうか。やっぱりね、この世界遺産にもなっていてね、ここの地区ってただまあ見て面白いとかっていうのもあるでしょうけど、やっぱりこう今環境問題がこれだけね、世界中で話題になっていて、どうやってこう自然環境を守るとか、自然と人間の共生とかね、そういうことの学習の場でもありますよね、はいはい、だからこうぜひね、そういうこう子どもたちとか若い人がここでいろんな学ぶっていう場にも活用していければなと思います ね、うん、改めてね、そういう場でもあるよということで、うん、田村さんは、まあ、あの知床というとね、本当体験型のこう魅力いっぱいありますけれども、どうでしょうかね。そうですね、もうとにかくやっぱり山あり川あり、うん、海あり、うん、でもちろんその北海道というところで考えると、季節的にも爽やかな季節があったり、で雪が降ったりとかね、本当にこう魅力的な、観光に魅力的なスポットが多いと思うんですけれど、でやっぱり今回の事故、もちろんこのね、カズワンを営業されていた会社が、まあ対策としては不十分だったと思うんですけど、うん、でもやっぱりいろんなこのね、それをチェックする機関が甘かったりだとか、うん、それでも運行をね、うん、できるような状況になっていたっていうところも含めて、やっぱり事業者の責任だけじゃなくね、うん、これ本当にここに関わってる人たちが大変な思いをしてるっていうのは、それ以外にもやっぱりこうチェック機関、ね、うん、チェックするのが甘かったっていうところがやっぱ大きな問題だと思うので、うん、なので、かといってこの事故を風化させるんじゃなくね、ちゃんとこれをしっかりと教訓して、教訓に安全対策を行ってますよっていうのをより前面に押し出すことが我々の安心につながっていくのかなと思います。それが要はプラスのプロモーションになっていくっていうところにね、はい、ぜひつながって以前のようなね、賑わいが戻ってほしいと思います。